じゃあ洗面台のとこ取るねってカシャカシャって言ったら急にカシャ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 って目の前の階段からガタガタガタ逆さまになった女が落ちてくるんですよ。いや今日風呂入れない。女性怪談師の話す女性にまつわる怖い話、しずきさんからもう一度よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方 A さん、アイリさんではないですA さんA さんって言うんですけど、その A さんはあの結構個性的な絵を描かれる方なんですよね。デザイナーさんというかイラストレーターさんみたいな方で、単身でベトナムに渡ってその店舗の中をペンキでわーっと描いたりするような仕事をしている方なんですよ。この方の霊能力の目覚めというのが中学校の時なんですけども、まあ放課後トイレ掃除を任せられたと。でもなんかもう掃除なんて買ったらくてやってらんないよみたいなタイプだったので、トイレットペーパーカラカラカラって出してこれをくしゃくしゃにまとめて水でペペペって濡らして壁にこうペチャッペチャッつけて遊んでたらしいんです、友達と一緒に。でペチャッて投げた先に小窓があるんですけども、その小窓の向こうグラウンドが見えるんですよ。その日土砂降りの雨が降ってる。でそのグラウンドに、中学校のグラウンドなのに小学生の男の子が一人立ってるんですよ。であの子何してんだろうと思ってよく見ると、スッと手を挙げてある一点を指さすんですね。えっと思ったら、その指さした向こう側に白いサッカーゴールがあって、その向こうプールなんです。え、何やってるんだと思って、あの子何やってんのかなって言ったら、友達がまだ覗き込んで、えどこ見てんのって言うんです。いや、いるじゃんそこにさ、男の子。誰もいないけど。で、あ、自分だけに変なものが見えてるっていう自覚がそこでできたそうなんですね。で、それからいろんな人にあそこに何がいる、ここに何がいるっていうのを言っても全く誰も信じてくれないことが続いて、もともとあんまり素行が良くない方だったので非行に走ってしまいまして、で高校に入ってから原付バイクをよく悪い友達と一緒に乗り回してたらしいんですよ。でその日もこうブーンと結構な速度で林を走っていた。後ろに男の子乗せてたそうなんですね。こうブーンって走らせながら、あれこの光景どっかで見たことあんなと思ってたら、いきなり後ろの男の子がうーって立ち上がったんですよ。え、なになに、え、ちょっと、え、おり、お、え、なにって言ってたら、もうそのまま背の低いトンネルに結構な速度で入ってしまいまして、後ろに立ってた男の子の首がスパッて飛んで転がってしまったんですよね。その転がった首を見て、あ、私この光景夢で見てたわって思ったそうなんです。そんな方が今住んでいる家の話なんです。わーその結構有名な駅、京駅の30分ぐらい離れたところに建て売りで4軒同じような家が並んでいて、まあ、神社のすぐそばの敷地なんですけど、そこの左から2番目の家です。玄関を開けるとすぐ前に階段があって、でこっち側は浴室なんですね。この家がちょっとおかしい。何が起きるかというと、女が落ちてくるんです。どういうことかと思うでしょう。何をしたらどういうふうに女が落ちてくるのかっていうのが、こっちのね左手の浴室なんですけども、ここのドアを1ミリでも5ミリでもほんのちょっとでも開けっぱなしにしておくと、目の前の階段からガタガタガタ逆さまになった女が落ちてくるんですよ。グレーのワンピースを着た女なんですけど、こうやってメイクアップ開きながら A さんのことずっと見てくるらしいんですよね。え、何これ気持ち悪いと思って、でこのドア開けてる時にしかならないっていうのが分かったので、弟に必ず閉めてっていうことを言ったんですけど、弟さんはなかなか霊感がない方だったので、たまにやっぱりガタガタガタって女が落ちてくることが何回か続いたと。で自分がお風呂掃除をする時は絶対にこう浴室をぴったり閉めるようにしてたんですけど、まあ、どうしても日常の動作なのでうっかりちょっと開けちゃうことあるじゃないですか。でその日も、あ、閉まったって思った瞬間にはガタガタガタって逆さまの女が落ちてきて、その時ちょうどジーパンのポケットに携帯電話入ってたそうなんですよ。これ写真撮ってみようと思って、もう霊感ある方だったので慣れっこだったんですよね。ちょっと勇気出してこれ撮ってみようと思って、
携帯電話をこうかざして逆さまになった女を取ろうとした瞬間にブスッとこう電気が切れて、でそれからねもう何回やっても電源が入らないんですよ。完全に壊れてしまってそのまま交換になったと。結構ヤバいタイプの例なんだっていうのがそこで分かったので、もう触れないようにしようと思ってたらしいんですね。でこの話を私にした。でその時に次の日から連絡取れなくなったんですよ。えっと思ったら、この話あんまり広めない方がいいかもしれないです。しずきさんにこのお話 DM してからツイッターで、ちょっとまた携帯壊れちゃってっていうんですね。やっと交換機来ました。でまたちょっとそこからじゃあちょっと話の続きをって私も聞いてみたんですよ。なんか心当たりないんですかって。それ住んだ時からずっとじゃないですよね、ご実家ですし、何年か前からだって言うんですよ。なんか心当たりないんですかって言ったら、あるとすれば一件なんですけどって言って、それがその地区で一回殺人事件が起きたらしいんですよ、数年前に。それもまた奇妙な事件で、70代の男性オーナーが自分がやってるお店の店長を任せている50代の女性を刺殺した事件なんですね。それがあってからなぜか自分の浴室のドアをちょっとでも開けておくと階段から女が落ちてくる。あ、わかりましたよ。じゃあそれって刺された女が落ちてくるんですよね、50代の女性ですよねって聞いたら、いや違うんですよしずきさん、それがね落ちてくるのは私と同じくらいの30代の女性なんです。全く意味がわかんないですよね。ただ一つ言えるとすれば、その事件かなりセンセーショナルなことがあったことによって、お風呂場のドアを閉めておけばいいわけですから、ちょっとでも開けておくとっていうことは、おそらく霊道がつながっちゃったんじゃないかなと。こういうふうに階段からお風呂場まで美容室とかもということを私は思ったんですけども、皆さんもどんなことがきっかけで霊道がね自分の家につながるか分かりませんので、今日はお風呂場のドアはしっかり閉めましょうというお話でした。いや今日風呂入れない。それで言うと最近ちょっと怖いことがあって、お風呂入ってる時いつもなんか気づかないんですけど、なんだろう、なんか違和感感じるなって思ってたら、体洗うタオルが引っ掛けてあるんですけど、はい、いきなり大きく揺れてて地震じゃないの。いや地震じゃないです。でそれであやばいと思ったんですけど、一応お風呂入ってるし、このまま外出れないと思って一回ちょっと安心するために湯船に使ったんです。でそしたらタオルの揺れが収まって、あもしかしたらそのシャワーの水圧でこう揺れ出したのかなと思ってたら、また数後、まあ、5分ぐらいかなした時にまた見るとちょっと揺れてるんですよ。めっちゃいるやん来てるじゃんって思って、ちょうど多分それが、長野撮影の後だったんで連れてきちゃった。うわそういう感じで来てほしくなかったですね。お風呂という唯一 その癒しがそこで怖い場所になってしまったので、めちゃくちゃ怖かった。お風呂だったら本当湯船の話とかもあって、簡単に言うとこういう髪の長い方なんですけど、お風呂場で、まあ、結ばないで入ってたらしいんですよ。そしたらいきなりこうやって引っ張られて見てもいないとか。いや怖い。いやいや、お風呂場は結構多いです。怖いですよね。引っ越ししようかなって思ってた時があって、良さそうなとこがあったんですよ。で、その、まあ、マンション、2部屋しか空いてなかったんですね。で、なんか、あ、じゃあそのもう一個の部屋をちょっと見てみようかなと思って、で、なんかたまたまこう物件とか見るの好きな友人がいたので、なんか暇だったからって言って一緒に、なんだ不動産屋さんに来てくれて、はい、ここはこうでもないなでもないなみたいな感じでこう見てたんですよ。で私はその部屋を数ヶ月前から狙ってたんですね。あ2つ空いてる、どっちもまたどうしようとか思って、でその友達はなんとなくなんかここなんか自己物件らしいからやめた方がいいよとは言ってたんですけど、まあ私興味あったんで不動産屋さんに行ってたんですよ。そしたら不動産屋さんが、あのもう一個の部屋今埋まっちゃいましたよ、だからその残りの部屋一つになりました、どうしますみたいな感じで、えなんで今埋まったんだろうみたいな。で私の選択肢はもうそこの部屋だけになって、え怖いなって思ってたら、急にあのやめた方がいいよって言った友達がここいいじゃんって言い出したんですよ。えみたいな、嫌って言ってたじゃんって思って、いいじゃんいいじゃん見に行こうよみたいな感じで結局内見に行くことになって、でいやまあね、ちょっと人が落ちて亡くなったみたいなそういう噂があるところ
で、まあ、とりあえず部屋のこういろんな場所をこう写真に収めて後で見れるようにしようと思ってカシャカシャカシャいろいろ撮ってたんですよね。で、じゃあ洗面台のとこ撮るねっつってカシャカシャって言ったら急にカシャ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 って音が変わって、ええみたいになって、で、急に画面真っ暗になったんですよ。うわ怖っと思って、じゃあお風呂場でちょっと写真撮るみたいな感じになって、お風呂場の写真をそう友人が2枚連写してくれたんですよ。で、後で見たら1枚も普通になんか写ってるの、2枚目左足だけ写ってなかったんですよ。おーやば。ちなみに言うと、そのマンションの真横にすごい有名なお菓子屋さんがあるんですよ。すごい長蛇の列作ってて、うん、なんか有名ななんかどら焼きみたいな。で、あそうかな。で、そこで買って食べたら全然美味しくなくて、これもなんか呪いかなって思って。そうですね。そんなことあるかなって。呪いで味覚を変えたかもしれない。かもしれない。なるほど。え、ツッコミいないんですか？ツッコミは今全員がうん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 。自己物件系のまた怖い話ね、ぜひまつわる話やりたいですね。そうですね。怖い。ありがとうございます。まっすぐ帰っちゃったんですか、家に。まっすぐ、そうですね、帰ります。一回 この場所に来て帰ったんですけど、もしかしたらこの場所に来てもあれですもん、みんな多分スタッフだし帰ったりしてたから、ね、結局みんな一緒にいるので、うん、多分またついてきちゃったんだと。いるよーってことなんですか。多分いるよー、いるよー、来てるよー、来てるよー、長野から来たよー。